気が変わる前に消えてくれないかい？まだいるのか？いいぞ、切る。砂浜を引きずるように進む傷だらけの女と竜。女の名はゼロ。いびつな花に右目を侵された最強の剣士。竜の名はミハイル。言葉を話す白く幼い竜。二人は今まさに死にかけていました。傷口からはおびただしい血が流れ、海岸には蛇のような赤い道が残っています。その後を追って現れるのは大勢の兵士たち。彼らは裏切り者を殺せと。限界だ、もう逃げられない。女は剣を強く握り、覚悟を決めます。剣士に答えるように竜は血まみれの方向を上げます。まだ終われない。死ぬ。俺を止められると思っているのか？気が変わる前に消えてくれないかい？いくら来ても変わらんわ。とどめだ。
気が変わる前に消えてくれないかい？まだいるのか？切る。いくら来ても変わらんわ。気が変わる前に消えてくれないかい？まだいるのか？波のように押し寄せてくる兵士たち、傷口から血風をなびかせながら応戦する剣士。そんな中、剣士の赤く染まる視界の端、そこに映るの白い体躯に刺さる無数の刃。竜は地に伏せたままか細い声を上げます。女の髪が怒りで浮き上がり、目の前の兵士を一瞬で両断。砂を蹴り上げ、竜のもとへ駆け寄ります。君を死なせない。女は竜をかばうように前に立ち、振り返ります。気づくと、その胸に深々と矢が刺さっていました。その矢を取ろうとする手にも、次の矢が肉肉しげに敵をにらみつけるため、あげたか、その目を狙いすましたかのように、三の矢が撃ち抜きます。血まみれの指からゆっくりと剣が落ちて、
いいぞ。そこにはおらんぞ。気が変わる前に消えてくれないかい？緩やかに動いていた女の心臓が完全に兵士たちから歓声が上がります。裏切り者は撃たれたと。兵士たちが残された竜を殺そうとした瞬間、女の死体が叫び声を上げました。その絶叫に呼応するように右目に生えた花が紅に光り、そして一瞬にして人間の体を超える大きさまで、その花の中央から
血まみれの人間が生えてきます。それは生まれ変わった剣士、花の力を持つ悪魔。終われない。まだ蘇った女は剣も持たずに兵士に襲いかかり、純粋な暴力だけで兵士を突き、しかしそれでも多勢に無事、女は全身を剣で貫かれてしまいました。すると再度響く女の叫び声、巨大化した花の中央からまた女が、手足をもがれても矢が頭を貫いても、女は何度もよみがえり兵士たちに襲う。それはまるで、始めるぞ。いくら来ても変わらんわ。全力で。
礼を言うよ。とどめだ。やりな。手助けに必要か。女は砂浜に腰を落としました。鋭く息を吐く音が緩やかに落ち着きを取り戻します。戦いは終わりを告げ、波の音だけが赤黒く染まった海岸を包んでいました。しばらくして回復した竜が全滅した兵士たちを目にし、女に向け、守ってくれてありがとう。極に似つかわしくない無邪気な子供のような声。当たり前のことをしただけだ。絶対に君だけは守らなくては。と、女の右目に咲く花。これは呪われた力。世界を滅ぼす忌まわしき。この花を滅ぼせるのは竜の種族のみ。君が成長して強くなったら、それはいつか伝えねばならない最後の願い。でもその時が来るまで君は私が守る。
See you.